校じゃない？違うかな？あれ？違うかな？じゃあ、もう一回だけちょっと練習しましょう。最初なんでね。せーので、よろしくお願いします。オッケー、やってもらおうか。あ、わかった。メンバーでフルネームに草冠の漢字が入っている生徒は何人という。8人なんですね。8人、正解は8人なんですけども、中本の答えがこちら。2人、おしっこにこういう風に全員の名前をですね書いてるわけですよ、これね。さあね、よく見てください。 C56、あれ、あの中本さんはあのこれ全員を書いたつもりで菊池の名前を書いていないと言ってますね。恐ろしい。これは中本さん、これどういった、これはそうなんだったんだ。今回素晴らしかったですね。大丈夫だよ、すーちゃん。大丈夫だよ、ほら。11点獲得しました。第3位はキッチボール。すごい。キッチの、わーすごい。キッチが荒れ狂っている、すごい。滑りまくってる。なんだこの生き物は。うわ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 、怖い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 。キッチ前回ないだっけ？前回？うん。ついにベスト3入りですよ。やったー。素晴らしい。第2位、もう一人います。誰だろう。中等部3年。もう一つおさらいしたいんですけれども、はい、問い8、問い8、CD、DVD、BD、これらの言葉の最後の D は何という言葉の略か答えなさいと。じゃあデロリアン。名本さん、なんでデロリアンだと思って。なんかそういうの聞いたんですよ、この間テレビかなんかで。あ、出ると思ってたわけね。ずっと D ってなんだろう、D ってなんだろうと思って、 D、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 D ってずっと思ってたんですよ。なんか D ってなんか聞いたことあるなと思って、でそれがなんか急にデロリアンがパッと出てきた。あ、え、待って待って待って、マジ、やったー、やったやったやった。じゃあもーちゃん、身長はどうやったら伸びますか？スーパーマリオのモノマネをします。おー、じゃあお願いします。ちゃんはゆいを見て最初どんな印象を持ちましたか？ちっちゃくて可愛い子だなって思った。ちっちゃくないけど親しいものからエイブ、エイブと呼ばれていたんだ。なんでかわかるかい？エイブサイク。誰がブサイクだ、こら。ダン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 。みなみたん、みなみたん、どうした？あ、いい匂い。本当、よかったね。みなみたん、あ、どうした？お尻、お尻だね。光の天使、謎
ナンバー4の鈴鹿です。私の趣味は歌を歌うこととダンスを踊ることで、最近の悩みは家の中で歌を歌っていたら家族にうるさいって怒られちゃうことです。いつか遠い遠い雲の上まで行って大好きな歌を歌うんだ。応援よろしくお願いします。鈴鹿でした。バイバーイ。光の天使ナンバー9のゆいです。ゆいの趣味はダンスです。お姉ちゃんたちと比べたらすごくちっちゃいんですけど、ダンスだったら誰にも負けません。ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト。こんな感じです。こんなゆいを応援よろしくお願いします。バイバイ。光の天使ナンバー10のマーです。マイペースすぎて他の子たちより成長がのんびりかもしれないけど、皆さん生ぬるい目で見守ってくれると嬉しいです。と趣味はスポーツ、意外と運動神経がいいです。これからも頑張るぞ。おーバイバーイ。